ナジャは1928年にフランスのシュルレアリスム作家アンドレ・ブルトンが発表した自伝小説及びそれに登場する女性である。1963年には大幅な開校が加えられたナジャ著者による全面改訂版が上司された。ナジャは1926年10月4日に著者アンドレ・ブルトンがパリで出会った。 ナジャと名乗る若い女性との交際の記録をシュルレアリスム宣言で記された自動記述の手法に従って思いのままに書き綴った作品である。また、作中では文章による情景描写の代わりにナジャによるデッサンをはじめとして多数の人物写真や風景写真を用いてブルトンが宣言で攻撃している描写を排除している。1963年の改訂版は 助言が追加され、本文や客注の追加、修正、写真図版の入れ替えや追加が行われたものである。なぜは、私は、何者かという問いから始まる。他者との関係の中にも、その問いの答えがあるとブルトンは考察する。その後、自動記述のように、執筆当時の著者の心に残った、いくつものエピソードが書かれ、序章部分は終了する。 1926年の10月、私はパリで放落な生活を送る、ナジャと名乗る女性と出会うの始まりから付けられたもので、この名前の役者が当時いたので、その役者が発想のきっかけとなったものと思われる。ナジャは麻薬の運び屋を引き受けたこともあったほどに生活に困窮しているが、日常や自然、芸術の中からシュルレアリスムの美を発見する。 自由奔放な精神と能力の持ち主であった。ナジャと共に過ごす日々の中で彼女は時に自分を伝説のメリュジーヌになぞらえ、時に恋人たちの花や猫の夢と題された一見不可解なデッサンをブルトンに提示し詩的な言葉、行動を示す。ブルトンは彼女の言葉や行動に深く魅惑され困惑し苦悩する。また彼女はキリコや エルンストラの絵や民族的なオブジェに深い関心を抱くこともあった。後に、ナジャが精神病院に収容されたということをブルトンは知る。精神病治療の体制、現状への批判とすでに遠い存在となったナジャのことを思う言葉の後、ブルトンがナジャと共に過ごした日々の記録は終わる。数ヶ月間の断絶の後、最終章にあたる部分は執筆された。 当時ブルトンが愛した女性、君へ語りかけるように美意識や愛についてのブルトンの言葉、考えが述べられる。そして美は、経年的なものだろう、それ以外にはないだろうという言葉で結ばれる。ありがとうございます。